ここは一体どこなの？誰かいませんか？何これ、どうなってるの？よく思い出せない。こっちだよ。誰？こっちに来て。そっちは安全なの？信じていいのかな？こっち？行くしかないよね。でもあの子、どこかで見た。ここを飛び越えて。ここを飛ぶの？大丈夫かな？着いたよ。早く来て。来るよ。準備して。話は後よ。早くトラックに乗ってここから離れるわよ。急いで、作戦隊が追ってくるわ。あら、もう目が覚めたの？やっぱり若いっていいわね。どこか痛いところはない？気分はどう？15年ぶりに目覚めた感想は？すいません、もう一度お願いします。15年ぶりに目覚めた感想は？と聞いたのよ。15年間眠っていた。あ、私がですか？信じられないって感じね。まあ無理もないわよね。でも見たでしょ、荒れ果てた世界の姿を。はい。君が15年間眠っている間にこの世界は荒廃してしまったの。あらゆるものが破壊され、多くの人が死んだわ。生き残ること、
それが最優先される世界になったの。でもね、安心して。みんなが絶望を抱くこの世界で、唯一人々を守る組織があるの。星のように輝く存在となり、森のように包み守る者たち。それが私たち、スタリーフォレスト連合よ。いろんな活動をしているスタリーフォレスト連合だけど、その中でもメインとなるのが、君のような人を見つけ出すことなの。私みたいな人を見つけ出す？そう。君が眠っていた場所、異空間、空白、そこから現れた人は皆特別な力を持っているの。この世界の希望となりうる力、異能力を持つ者、通称異能力者。その一人が君よ。え？何度説明しても思うんだけど、これじゃおかしな人って思われても仕方ないわよね。信じてってお願いするには突拍子もない話だものね。あ、信じます。とりあえずですが。ありがとう。それじゃあ話を続けるわね。ここは私たちスタリーフォレスト連合の戦闘研究所、スチールグレイブよ。今から君にやってもらうことがあるの。説明を聞いてもらえる？どこか痛いところはない？どこか痛いところはない？スタリーフォレスト連合所属のオペレーターを担当している工藤絵と言います。見習いなので至らない点もあると思いますが、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今からテストシミュレーションを開始します。まず前方に見える開閉装置を作動させてください。ゲートオープン。フィジカルテストに移行します。バーチャルオブジェクトをロードするので、力いっぱい壊してください。テストクリア！あれ、おかしいな。次のテストに進みます。訓練用ダミーをロード。バトルシミュレーションに移行します。バトルシミュレーション。そんな話聞いてないよ。このバトルシミュレーションは危険なものではないので、安心して戦ってください。おかしいな、でも。ああ、なんでもありません。次のステージに移動してください。次のバトルシミュレーションです。現区域に配置された全ての訓練用ダミーを破壊してください。ちょっと待ってください。しかもいっぱいいるし。
これは特殊磁気フィールドです。スキルを使用しないと破壊できません。スキルの使用方法をオペレーションディスプレイ上に表示します。怖がらず思う存分使ってください。次が最終テストになるので、もう少しだけ頑張ってください。最終テストを開始します。トレーニングマスターをロード。冗談ですよね。あなたの方法に戦うんですか。完璧。ダメージ量 30% 突破。オペレーションディスプレイ上に表示します。あ、壊しちゃった。全ての記録が更新された。すごい。どうしてこんな数値が。あ、そうなんですか。きっとたまたまですよ。どこか痛いところはない？どこか痛いところはない？見覚えのない場所、見知らぬ人々、聞き慣れない会話。私の知っている世界はなくなっていた。これからどうなっちゃうんだろう。